エドワード7世、1841年11月9日から1910年5月6日は、サクスコバーグゴーターサの初代イギリス国王、インド皇帝。母である、ビクトリア女王の在位が、長期にわたったため、2020年1月1日、現在の皇太子であるチャールズに次いで長く、プリンス・オブ・ウェールズの立場にあった。 在位は1901年から1910年までの10年、足らずであったが、その知性はエドワード長と呼ばれる。在位中は1905年まで保守党、その後は自由党が政権を担当した。彼の知性下に、日英同盟、英仏協商、英露協商が締結され、日本、フランス、ロシアとの関係が強化されたため、ピースメーカーと呼ばれた。 王妃はデンマーク国王クリスチャン9世の娘アレクサンドラ。1841年11月9日、ビクトリア女王とその王妃、アルバート皇子の第二子として生まれる。同年12月4日にプリンス・オブ・ウェールズの称号を、得る。1842年1月25日に洗礼を受け、アルバート・エドワードと名付けられた。バーティと愛称された。幼少期。 少年期は母と父の厳格な教育方針の元家庭教育で育てられた。1852年にはベルギー、1855年にはフランスを訪問した。1859年1月から5月にかけてはイタリアに留学した。同年10月にオックスフォード大学に入学。在学中の1860年7月から11月まで営業。 カナダやアメリカが州国各地を歴訪した。1861年夏に陸軍に入隊。同年10月にはケンブリッジ大学へ転校した。不良行為が多く、11月には父アルバートが体調が悪いのを押してケンブリッジを訪問し、説教された。これが原因でアルバートは体調を悪化させ、12月に報じた。以降女王はバーテを瞳むようになり、 ホームから遠ざけるようになった1863年3月にデンマーク王女アレクサンドラと結婚。1864年に妻の母国デンマークとプロイセンオーストリアの間に第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争が勃発し、彼はデンマークを助けようと同戦争の仲裁のための国際会議ロンドン会議開催を講演したが、同会議は失敗に終わり、 結局デンマークはシュレースビヒとホルシュタインを失った。これをきっかけにバーティ夫妻は半プロイセン派になった。1866年11月、ロシア王子アレクサンドルとデンマーク王女マリーダウマーの結婚式に出席するため放浪。さらに1867年6月のパリ、万国博覧会に際してロシア皇帝にガーター勲章を授与することに尽力し、 ロシア皇室との親善を図った。1869年1月からは、エジプト、トルコ、ギリシャの3カ国を訪問した。同年のサーチャールズ・モーダント順断尺の離婚訴訟をめぐって、証人として出廷する事態になり、世間から皇太子としての資質を疑われた。女王がアルバート法御後に引きこもったこともあって、王室人気は危機に瀕した。 しかし1871年11月から12月にかけて蝶地フスを患って命の危機に瀕したところ劇的に回復したことで人気を回復した。回復後は融和的になり特定の国や人物に敵意を飛ばすことが減り王族らしくなった。1873年5月のウィーン万国博覧会を支援し同地で会見したドイツ皇帝。 プロイセン王ビルヘルム・ウィッセイと親睦を深めた。1874年1月には、長尾とアルフレッド王子と、ロシア王女、マリアの結婚式出席のため放浪し、ロシア皇室との友好を深めた。1875年11月から1876年3月に、かけて、英領インド帝国を訪問し、 女王の名城としてインド半王たちに、インドの星勲章を与えることで、インド支配層の会中に努めた。1878年5月のパリ、万国博覧会にも協力し、英仏友好にも尽力した。1881年3月に、ロシア皇帝アレクサンドル2世が暗殺されると、その葬儀に出席するとともに新皇帝アレクサンドル3世に、ガーター勲章を送った。 ドイツにも頻繁に訪問し、ドイツ皇室との友好に努めたが、1888年10月には、オーストリアで、ドイツ皇帝ビルヘルム2世と揉める事件があった。1891年初頭には、ロイヤルバカラスキャンダルをめぐって訴えられ、再び法廷に立つことになり、皇太子批判が高まった。1892年1月には、長男クラレンス公。 アルバート・エドワードが皇居。以降は、次男のヨークコー・ジョージが彼の後継者となった。1901年1月22日に、母・ビクトリア女王が崩御し、59歳でイギリス国王に即位。王名をエドワード七世に定め、王朝名をサクスコバングゴーターサに変更した。1902年8月9日に、ウェストミンスター寺院で戴冠式を挙行した。 内政では保守党政権時期には、アーサー・バルフォアの主導で、中等教育制度確立を目指すバルフォア教育法が制定され、また、アイルランド小作人への融和政策である、ウィンダム法が制定された。1905年に自由党政権に変わると、首相ヘンリー・キャンベル・バナマンを強く信任したが、野党保守党が貴族院で、法案を否決する戦術を取ったことにより改革は、 前に進まなくなった。1908年に、ハーバート・ヘンリー・アスキスが、首相になると、政府の求心的政策に警戒を強めつつ、野党保守党に極端な行動を取らないよう説得に、当たった。財務大臣、ロイド・ジョージの主導で、老齢年金法が制定され、さらに庶民員の優越を定めた、議会法制定を目指したが、その法案をめぐる、 自由党と保守党の対立の最中に崩御した。外交では保守党政権期に第二次防和戦争が終結し、南アフリカを併合した。また極東においては、中国分割をめぐって、満州占領、北中国の勢力喧嘩を推し進めるロシアを警戒し、日本と軍事同盟を締結した。日露戦争でも日本を支援した。フランスとも友好関係を深め、 世界各地で発生していた英仏の植民地争奪戦を五条的に解決し、英仏協商関係を築いた。さらに自由党政権時代には、ロシアとも友好関係を深め、中央アジアのグレートゲームを五条的に解決して、英露協商関係を築く。しかし、ドイツとの関係は悪化の一途をたどり、彼の崩御から4年後に第一次世界大戦が勃発することになる。 過労で、帰還支援を悪化させ、1910年5月6日に、放擁した。生誕1843年のバーティを描いた絵画。1841年11月9日午前10時48分、ビクトリア女王とその王廃、アルバートの第二子として、ロンドンのバッキンガム宮殿に生まれる。姉に、ビクトリアがおり、後に、長いとアリス、長男とアルフレッド。 次妹ヘレナ、三妹ルイーズ、自帝アーサー、三弟、レオポルド、四妹ベアトリスが生まれる。生誕と共に、コーマオール公爵に乗され、1月後の12月4日には、プリンスオブウェールズに乗される。1842年1月25日に、成城寺チャペルで洗礼を受け、父アルバートと、ビクトリア女王の父である、ケント公、エドワードの名前を取って、 アルバート・エドワードと名付けられた。王室内ではアルバートの名からバーティと愛称された。幼年、少年期、幼い頃のバーティ。ビクトリア女王の女官であるリトルトン男爵夫人、サラリトルトンがウバにつけられた。バーティはよく彼女に懐いたという。また、イートン校教師ヘンリー・バーチが住み込みの家庭教師につけられた。幼い頃のバーティは帰還。 どうだったというが、三歳年下の弟アルフレッドが、一緒に勉強するようになると、弟のお手本になろうと勉学に励むようになったという。とりわけ語学に優れ、英語、ドイツ語、フランス語の三加国語を完璧に話せるようになった。母も父も教育には厳格で、特に千八百五十八年に、姉ビクトリアが、プロイセンの第二王位池経験者、フリードリヒ王子に腰入れして、 ロンドンを去った後に、両親の目はバーティに集中した。そのためバーティは、息が詰まりそうな生活を送ったという。1852年に、初の外国訪問として、王子レオポルド一世が国王として統治する、ベルギーを訪問した。ついで1855年8月には、両親と共に、フランス帝国帝とパリを訪問した。フランス皇帝ナポレオン三世は、 当時ミコがなかったのでバーティを我が子のように、可愛がってくれ。バーティは、ナポレオン三世と馬車に同乗した際に、あなたの息子に生まれたかったと呟いたという。1857年から2、3年間、父アルバートを拝の方針で、ロンドン南西リッチモンドパーク内、ホワイト・ロッジで過ごした。1859年1月から、陸軍大佐、ロバート・ブルースを、補導役にして、 イタリア半島教皇領ローマに留学した。フレデリック・レートンはじめ多くの画家たちの地具を得、また、ローマ教皇ピウス九世とも会見した。しかし4月には、イタリア統一戦争が勃発し、フランス軍がローマへ進駐してきたため、父アルバートから帰国を命じられた。これにより予定より二3ヶ月早い5月はじめに帰国した。大学時代1860年のオックスフォード。 大学在学中のバーティ。帰国後の1859年10月から、オックスフォード大学、クライストチャーチに入学した。彼は、イギリス歴代国王で、初めて大学で学んだ国王である。大学在学中の1860年7月、植民地大臣第5代入閣する公爵、ヘンリー・ペラム・クリントン。 火星長官第3大セントジャーマンズ伯爵、エドワード・エリオット、歩道役、ブルース少将を随伴して、英領カナダを訪問した。カナダ各地をめぐり、オタワでは国会議事堂の低組織に臨んだ。9月にはカナダからアメリカ合衆国へ入国した。3ヶ月かけて、アメリカ各地を歴訪したが、アメリカでのバーティの知名度は抜群であり、各地で歓迎された。 ワシントンのホワイトハウスでもジェームズ・ブキャナン大統領から艦隊された。アメリカ南北戦争直前というタイミングでの訪米になった。11月にイギリスへ帰国して大学に復学。1861年月には陸軍この F 評連隊に入隊してアイルランドで訓練を受けたが、この際にアイルランドの女優ネリー・クリフデンと初成功し恋愛関係になった。 同年9月には美人で名高いデンマーク王族クリスチャンの娘アレクサンドラとお見合いしたがやがてネリーとの関係が両親に知れた。またバーティは1861年10月に転校したケンブリッジ大学で語学優と組での不良行為が増えていた。そのため父アルバートは11月に体調悪化をしてバーティに説教するためにケンブリッジへやってきた。 バーティは父の言いつけを守ると約束したが、アルバートはこの時に無理をしたことが、たたり、ジョーチフスを悪化させて、帰徳状態に陥った。父の帰徳を知ったバーティは12月14日午前3時に、ウィンザー城に駆けつけた。父は、瀕死の状態だったが、バーティの顔を見ると安心したような表情になったという。同日午後11時にアルバートは放擁した。これをきっかけに、 母ビクトリアは、出来損ないのバーティのせいで、アルバートが死んだと考えるようになり、バーティを公務から遠ざけるようになった。女王から、不良行為の埋めつけ役として、フランシス・ノールズを個人秘書官につけられた。しかし、バーティとノールズはすぐにも深い信頼関係で結ばれ、ノールズは、後々までバーティの側近として活躍していく。1862年6月に、 ケンブリッジ大学の学業を終えた。結婚と、デンマーク戦争1863年3月11日に、ウィンザー城、セント・ジョージ・チャペルで行われたバーティとアレクサンドラの結婚式を描いた絵画1863年3月に、ウィンザー城のセント・ジョージ・チャペルで、アリックスと結婚した。二人は、セント・ジェームズ宮殿近くのマールバラ邸で、新婚生活を始めた。 またノーフォークにサンドリンガムテを購入した。夫妻は、長男アルバート・ビクター・クリスチャン・エドワード、次男ジョージ・フレデリック・アーネスト・アルバートはじめ次男さジョに恵まれた。同年11月には、学父クリスチャンが、クリスチャン旧姓として、デンマーク王に即位した。当時デンマークは、シュレースビヒ公国やホルシュタイン公国と、同訓連合の関係にあったが、 両国のドイツ人住民の間で、ドイツナショナリズムが高まっており、デンマーク君主をいただくことに反発が強まった。このドイツ世論を背景に、プロイセン首相、オット・フォンビスマルクは、オーストリアと連携して1864年2月から、第2次シュレース・ビヒホルシュタイン戦争を開始した。両国がプロイセンに併合されることを憂慮した、バーティは、 時の自由党政権の外相所代ラッセル伯爵、ジョン・ラッセルに国際会議を開催するよう働きかけた。パーティは強力な王立海軍で威圧すれば、プロイセンもオーストリアも引き下がると考えていた。イギリス首相第三代パーマストン主爵、ヘンリー・ジョン・テンプルも外相ラッセル伯爵も会議外交による介入に乗り気だったが、ビクトリア女王や閣僚の大半が介入に反対した。 女王は、プロイセン皇太子に嫁いだ長女ビッキーと、デンマーク王女を皇太子に迎えた、パーティの間で板挟みになっていた。結局、パーマストン死者の強い押しで4月25日から、ロンドン会議が開催されるも、同会議は、何の成果もないまま、6月25日までに決裂した。戦闘が再開され、デンマークは7月20日に降伏し、 オルシュタインとシュレースビヒに関する権利を失った。この一件以来、アリックスはプロイセイやドイツを恨むようになり、バーティも彼女に歩調を合わせて、中英プロイセン講師、アルブレヒト・フォン・ベルンシュトルフ伯爵に冷淡な態度を取るようになった。ベルンシュトルフは、その件で女王に苦言を呈し、女王からバーティに注意が入っている。ロシアとの関係修復1860年代の、 バーティ。1866年11月、ロシア皇帝アレクサンドル2世の次男、アレクサンドル王子が、デンマーク王女、マリー・ダウマーと結婚した。ミニーは、アリックスの妹であり、この結婚式にはバーティも出席したがっていたが、英露関係は、クリミア戦争やアジアにおける、植民地争いのために悪化していたため、女王が強行に反対した。だが、 時の保守党政権の首相第14代ダービー、白爵エドワード・スミス・スタンリーは、ロシアとの関係改善を期都していたので、皇太子放浪に前向きであり、女王の説得に当たった。その結果、バーティは11月6日に、ロシアを訪問することになった。ロシア側は、栄皇太子の放浪が実現するか、固唾を飲んで見守っていたのでバーティ訪問が、決定すると大喜びし、 皇帝自らが駅まで出迎える大歓迎を行った。11月9日の結婚式でも特等席に案内された。バーティホールに際してロシア側はガーター勲章をロシア皇帝に送ってほしいとイギリス政府に要請していたがビクトリア女王がオーストリア皇帝にもまだ送られていないのに変則的にロシア皇帝にだけ先に送られるというのはおかしいと 反対したため、この時はさたやみとなった。しかしバーティは送ってやりたいと考えており、外相スタンリー卿、エドワード・スタンリーと協力して、女王の説得に当たった。その結果、女王はオーストリア皇帝とロシア皇帝が揃って出席する1867年6月のパリ万国博覧会の席で両皇帝に同時に、ガーター勲章を送ることを許可した。 ロシア皇帝は、バーティの配慮に深く感謝し、英露関係は一定の改善を見た。エジプトオスマンギリシャ歴法ギリシャ国王ゲオルギオス一世は、バーティの妻、アリックスの弟だったので、バーティは早期のギリシャ訪問を希望した。だが1866年から、クレタ島で、オスマン帝国の支配からの解放と、ギリシャ貴族を求めるギリシャ人の反乱が発生し、ギリシャ、オスマン、 エジプトの間で、クレタ島領有権争いが激化したため、慎重に判断する必要があった。1868年12月に政権についた第一次、グラッドストーン内閣の外相第4代クラレンドン、白爵、ジョージ・ビリアーズもクレタ島領有権問題が、解決するまでは、王室の人間が特定の当事国にだけ訪問する、ことに反対であると上層してきた。 そこでバーティはギリシャだけではなく、エジプト、オスマン帝国にも歴訪するプランに変更することで、訪問を政府に認めさせた。1869年1月からエジプトを訪問し、ついで3月からオスマン帝国を訪問した。そして4月からギリシャを訪問して5月に歴訪の旅を終えた。バーティはいずれの国からも大歓迎され、関係を深めることができた。 モーダント離婚訴訟事件1869年、バーティの友人である地主、庶民院議員サーチャールズ・モーダント順断尺の妻、ハリエットが子供を見守ったが、この子供は、モーダントの子供ではなかった。怪しんだモーダントは、妻の机を調べ、そこから、バーティはじめ複数の男性から送られた手紙を発見し、彼らが妻の浮気相手と確信した。モーダントは、 妻の不定を理由に離婚訴訟を起こした。バーティは皇太子という立場から直接訴えられることはなかったものの、1870年2月23日の裁判で証人として出廷することになった。皇太子が離婚訴訟に巻き込まれること自体が異例であり、これはバーティにとって大きな恥辱となり、皇太子としての資質に疑問が呈されるようになった。また母ビクトリア女王も、 アルバートの死後、スコットランドのバルモラル城やワイト島のオズボーンハウスにこもりきりになって、河の場に姿を見せなくなっており、使用人、ジョン・ブラウンとの関係も噂されているような状況だったため、王室人気が地に落ちて、共和制へ移行することを希望する世論が高まった。グラットストーン首相は、外相、第2代グランビル伯爵グランビルル・ルゴアに当てた書簡の中で、 女王は姿が見えず、皇太子は尊敬されていないという憂慮を表明している。チョーチフスからの回復1871年11月末に、バーティは父、アルバートの死因となったチョーチフスを患い、12月に入ると既得状態に陥った。これには、共和制への意向を論じていた新聞や雑誌も含めて国中が心配した。 普段はバーティに厳しい女王もこの時ばかりは2週間にわたってバーティの看病につきっきりになった。ちょうどアルバートの命日の12月14日にバーティは奇跡的に意識を取り戻し、以降病状は解放に向かった。まるでなきアルバートがバーティを救ったかのような劇的な展開に国中が歓喜した。首相グラッドストンはこれを王室人気を回復させると見て、 女王の許可も得て1872年2月27日に、セントポール大聖堂で1万2000人を招待した、皇太子回復感謝礼拝を挙行した。礼拝を終えて宮殿へ戻る女王とバーティは、沿道に集まった人々から、女王陛下万歳、皇太子殿下万歳という熱狂的な歓声を受けた。これにより王室廃止論はほぼ吹き飛んだ。 ウィーンバンコク博覧会への協力1873年11月8日のバニティフェア氏に描かれたバーティ。外相グランビル伯爵が、あの病気は皇太子を以前よりもずっと神話的に変え、その作法もより魅惑的なものにしたと評したように、この頃からバーティは、特定の国や人物に敵意を飛ばすのを控えるようになり、王室の人間らしく全ての国との融和を心がけるようになった。 1872年6月には、翌年春にオーストリア・ハンガリー帝国で、ウィーン・バンコク博覧会が開催されることが決定し、イギリス政府からも助成金が出されることになった。バーティは、グラッドストーン首相に働きかけて、助成金額を当初予定されていた金額の倍に変更させた。1873年5月1日から、開催されたウィーン・万国博覧会の開会式に、 自定、アーサー王子と共に出席した。不仏戦争の勝利で、ドイツ皇帝に即位していたプロイセン王ビルヘルム一世も同席していたが、アーティはこの席を利用して彼との信仰を深めることに努めた。弟とロシア王女の結婚をめぐって1874年1月には、長弟とエディンバラ公アルフレッドが、ロシア皇帝アレクサンドル二世の娘マリアと、 結婚することになった。結婚式はロシアで、ロシア政教にのっとって行われることになったが、ビクトリア女王はこれに不満であった。しかしバーティは、その結婚式への出席を希望し、女王の説得に当たった。アレクサンドル2世はこれを機に、バーティに、ロシア陸軍、名誉連隊長の称号を送りたいと、イギリス側に打診したが、女王も、グラッドストーン首相も慎重だった。 結局、バーティは、結婚式には出席するが、名誉連隊長は辞退することになった。1874年1月に、サンクトペテルブルクに到着したバーティと、自イ・アーサーは、そこで、ロシア皇帝以下全ロシア皇族揃っての出迎えを受け、ロシア皇室との進行に尽力した。英両インド公式訪問像に乗る、訪員中のバーティ1875年3月に、バーティは、 英領インド帝国公式訪問の希望を表明した。それに対して女王は公式訪問ではなく、インド総督、第2代、ノースブルック男爵、トマス・ベアリングの品格として訪問することを勧めた。だがバーティとしては、皇太子公式訪問とすることで、インド王公に勲章を配り、それによって、インド支配層とイギリス王室の結合を強めたいと考えていた。バーティは、 女王の説得にあたり、保守党政権の首相ベンジャミン・ディズレーリも議会で骨折りしてくれた結果、同年11月から翌年3月にかけてのバーティのインド公式訪問が実現した。インドに到着したバーティは、コルカタで女王の名代としてインド半王たちにインドの保守勲章を授与した。さらにデリーでは1万8千人のインド軍の沿兵を行った。ヒマラヤ山脈の山麓では、 トラガリやゾウガリも楽しんだ。3月14日に帰国の途に着いたが、お土産として、トラ、ヒョウ、ゾウ、チーター、ヒマラヤクマ、アラブバ、ダチョウなど、現地の動物を大量に船に積み込んだため、その船は現代のノアの箱船と呼ばれた。パーティのインド訪問中に、イギリス本国では、ビクトリア女王のインド女帝即位を決める法案が可決されていた。 女王は1876年2月の女王演説の中で、私は我が息子の皇太子がインド歴法を無事果たしたその健康に感謝します。インドにおいて、あらゆる階級、人種の我が親民たちから皇太子が心よりの大歓迎を受けていると聞き、彼らインド親民たちが私の統治のもとで幸せに暮らし、我が王冠に忠誠を誓っていることを確信しましたと述べている。 ただこのインド皇帝の称号のことはバーティには寝耳に水のことだった。バーティはこの称号を嫌い、即位後にもほとんど使用しなかった。パリ万国博覧会への協力八百八十年代のバーティ八百七十八年五月に開催されたパリ万博にも協力した。この万博はフランスに第三共和制が樹立されてから最初の万博だったが、当時のヨーロッパ諸国は 君主国ばかりだったから、共和政体のフランスは嫌われていた。そのため、フランス政府は外国からの品格を集めるのに苦慮しており、バーティが開会式に出席してくれることに非常に感謝していた。万博開催中バーティは足し,しげくパリに通い、万博のイギリス展示の拡張に努めた。インド、カナダ、オセアニア、南アフリカなど、植民地からも出展させ、 大英帝国だけで展示の3分の1を占めるに至った。バーティはこの際に友好協調という言葉を強調したが、これはバーティの知性の英仏接近の前兆であった。ロシア皇帝暗殺をめぐって1881年3月にロシア皇帝アレクサンドル2世が暗殺された。バーティはその葬儀への出席を希望した。また、新皇帝アレクサンドル三世に バーター勲章を与える施設団の団長になることも希望した。女王もアルフレッドのートであるロシア皇帝が殺害されたことに衝撃を受けていたので、これを了承した。第二次、グラッドストーン内閣外相、グランビル伯爵も支持したので、バーティの放路が決まった。3月24日にサンクトペテルブルクに到着したバーティは葬儀に出席した後の3月28日に、 アレクサンドル3世にガーター勲章を授与した。君主が死んだ後、直ちに次の君主にガーター勲章が授与されるというのはよほど、イギリス王室と親しい関係にある場合のみであり、これは、バーティの知性におけるエーロの親密な関係の前兆だった。ドイツとの友好を目指してドイツ帝国首相、オット・フォンビス・マルク公爵1881年2月には、 おいにあたるドイツのビルヘルム王子の結婚式に出席した。妻アリックスは相変わらずプロイセン嫌いでこの訪問を拒否したため、バーティ一人での出席となった。バーティはこれを機に、ドイツ首相ビスマルクとも初会見したが、政治的に際どい話は徹底的に回避し、摩擦を起こすのを避けたという。ついで1885年3月には、 ドイツ皇帝ビルヘルム・ウィッセイの88歳の誕生日祝賀式典に出席した。植民地政策をめぐってイギリスが孤立化する恐れがあった時期だったので時の第二次、グラッドストン内閣はドイツとの友好政策を重視しており、外相グランウィル伯爵もこの交代手法読を大いに歓迎した。1888年3月に ビルヘルム一世が崩御した際にもバーティは報読して、その葬儀に出席した。第二代皇帝に即位したのは、バーティの義兄フリードリヒ三世だったが、彼は、後頭眼を患っていたため、在位十九日で崩御した。バーティは再び報読して葬儀に出席している。第三代皇帝に即位したのは、バーティの老いにあたるウィリーことビルヘルム二世だった。 彼は1888年10月にオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世を訪問したが、この際バーティもウィーンで開催されていた産業博覧会見学のためにオーストリアに滞在中だった。バーティはオーストリア皇帝とウィリーと自分の3人での会見を希望し、その旨をウィリーに打診したが、ウィリーはオーストリア訪問中にそれ以外の国の皇太子と 会見するわけにはいかないと拒否した。またウィリーはその胸の返書を自身ではなく、中委員大使に書かせた。これに、ビクトリア女王が激怒し、結局ウィリーは女王の要求で、バーティに謝罪文を書かされた。後の英独関係の緊張を予期させる事件だった。ロイヤルバカラスキャンダルロイヤルバカラスキャンダルの際の、アメリカのバック氏の風刺が、 バーティの軽犯罪リストをバーティに見せて出席する、ビクトリア女王。1890年9月、バーティは、選手アーサー・ウィルソンが所有するヨークシャーの邸宅、トランビー・クロフトで過ごした。夕食後に招待客はバカラをして楽しんだが、この席上で第4代、順番シャクサー・ウィリアム・ゴードンイコール・カミングが、イカ様をしたと批判され、二度とゲームをしないという、 聖約書をバーティ含む9人の招待客の署名付きで書かされた。この件は取得するはずだったが、1891年初頭には、バーティの愛人デイジー・ブルックを通じて世間に漏れたため、カミングは、バーティら聖約書を書かせた者たちを相手取って、民事訴訟を起こした。この件でバーティは再び法廷に立つ羽目となった。ビクトリア女王は、訴訟を起こしたカミングに対して怒っており、息子、 バーティを擁護したがっていたが、保守党政権の首相第三代ソールズベリー公爵ロバートガスコインセシルに介入を止められた。それでも女王はバーティに、カンタベリー大主教宛に賭博を嘆きとがめる、公開書状を送らせ、少しでもイメージ改善に努めさせた。裁判は、皇太子が有利になるよう進められたが、陪審の評決の際には批判の声で合合となった。 新聞も国内外問わず大半がカミングの味方でバーティは再び避難の的となった。またバーティは陸軍減衰であったにもかかわらず、主官の行状が問題になった際には、部隊長に付されるという陸軍の常識を主張しなかったことも問題視された。アメリカのニューヨークタイムズ紙は、イギリス王族はイギリス納税者のお荷物であり、それに相当する見返りは何もないと、 イギリス王室批判を行った。タイムズ紙は、二度とゲームをやらないという署名をしたのが、皇太子だったらよかったがと愚痴った。長男エディの皇居長男エディと、次男ジョージ・バーティの長男である、クラレンスコー、アルバート・ビクターが1892年1月14日に、インフルエンザと肺炎のため皇居した。翌月には、エディと彼の鳩子にあたるビュルテンベルク王族テック皇女。 メアリーとの結婚が予定されていた中での皇居だった。バーティはビクトリア女王に宛てた手紙の中で自分の命に何の価値も見出せない私としては喜んで息子の身代わりになりたかったと苦しい心境を吐露している。バーティ夫妻は残されたメアリー工場を引き続き娘として取り扱った。世論もメアリーへの同情が強まり、エディに代わって 第二王位継承権者となった次男ヨーク公をジョージに嫁がせるべきであるという声が増えた。そして実際にヨーク公とメアリー公女は1893年7月6日に結婚することとなった。夫妻は1894年に後に英国王エドワード8世となる長男エドワードを設けている。グラントストンの国葬をめぐってビクトリア朝中期から 後期にかけて4度にわたって首相を務めた自由党党首ウィリアム・グラッドストーンはビクトリア女王と仲が悪かったため女王から干されているバーティに対して好意的だった女王に独断で政府の機密文書をバーティに提供してくれたそのグラッドストーンも1898年5月19日に死去した議会の要請で国葬が営まれることになったものの 女王はグラッドストン夫人に朝殿を打つ以上の弔意を表すことを嫌がった。これに対してバーティは英国を代表する政治家の国葬に応ぞがノータッチというのは問題があると考え女王の反対を無視してでもグラッドストーンの棺の海添え人になる決意を固めた。5月28日にウェストミンスター寺院で国葬が取り行われ、 その日次には、バーティとヨークコージョージがぴったりと張り付いた。これは、おそらく彼の、初めての母への反逆だった。即位エドワード7世の肖像が1901年1月22日に、ワイト島のオズボーンハウスで、ビクトリア女王が放御した。バーティは涙を流しながらその枕元に付き添った。女王の最後の言葉は、バーティであったという。 59歳で国王となったバーティは、翌1月23日早朝に、セントジェームズ宮殿において、初めての数密委員会議を召集した。カンタベリー大主教に国王の宣誓を行った後、エドワードならせよ、王名に定めると宣言した。この際に、アルバートを王名にしなかった理由について、アルバートといえば誰もが父を思い出すようにしたかったと説明した。 エドワードの王名は、チューダー長期の国王エドワード6世以来350年ぶりのことだった。また母の遺言に基づき、王朝名をハノーファーアサから父、アルバートの加盟サクス・コバーグゴーターアサに変更した。30年来の秘書官ノールズをそのまま国王秘書官として徴用し、サー・ダイトン・プラウビンを国王手元金会計長官に、認知で王室財産を一任した。 さらに、儀式典礼に詳しい第二イーシャー施爵レジナルド・ベレットを、ウィンザー城主代理に任じ、王室儀式に関する顧問とした。一方、母が長愛していた、ムンシコとアブドル・カリムラ・インド王人自重たちを嫌い、全員インドへ送還させた。また、母がよく滞在したワイト島のオズボーンハウスも、王立海軍兵学校に貸しして手放した。 体冠式医者施策とノールズの助言を受けながら体冠式の準備を進めた。当初体冠式は1902年6月26日に予定されていたが直前にエドワードが中水炎を患ったためエドワードの回復を待って8月9日に改めてウェストミンスター寺院で挙行された。体冠式に合わせてエドワードは大規模な助訓を行った。 ビクトリア朝ですでに3件あったヒキリスト教勲章へのガーター勲章授与をこれ以上行わないためガーター勲章に次ぐ新しい勲章としてロイヤルビクトリア契食を制定したまた芸術と学術の分野を中心に功績を挙げた24人に限定して与えるメリット勲章も制定したエドワードは自分の取り巻きに広く爵位を与えたがっていたが 首相ソールズベリー公爵が過剰な助爵に反対したため、秘書官ノールズなどごく一部のものに限定された。内政保守党政権期保守党政権の首相、アーサー・バルフォア即位時の政権は、第三代ソールズベリー公爵ロバートガスコインセシルを首相とする保守党政権だった。1902年3月には、同内閣第一大倉卿、アーサー・バルフォアによって、 バルフォア教育法と呼ばれる教育法が制定され、中等教育制度の確立が目指された。1902年7月に、ソールズベリー公爵が病で退任した。ジョゼフ・チェンバルンが入院中だったこともあり、エドワードは一般に、次期首相と目されていたバルフォアに、組閣の対面を下したが、エドワードはバルフォアに好感を持っていなかったという。 1903年には、バルフォア内閣アイルランド担当大臣、ジョージ・ウィンダムの主導で新たなアイルランド土地、購入法のウィンダム法が制定され、アイルランド小作人の土地購入が推進された。しかし、南アフリカの中国人奴隷問題をめぐって、保守党は批判を集めた。また、この時期の保守党政権は、関税問題に揺れた。1902年3月に、 防和戦争が終結したが、予想外の長期戦で膨大な戦費がかかったため、増将マイケル・ヒックス・ビーチの主導で1902年6月に穀物関税が限定的に導入された。しかし、穀物関税はパン価格を高騰させ、貧民を苦しめると批判されていたため、野党自由党が強く反発し、保守党政権内にも慎重論が根強かった。 バルフォア内閣成立後にはチェンバレンを中心とした関税改革派と増将チャールズ・リッチーを中心とした自由貿易派に分裂するようになった。首相バルフォアは折衷的立場を取っていたが、最終的には党分裂を避けるために1905年12月に総辞職した。自由党政権規自由党政権の首相、ハーバート・ヘンリー・アスキス1905年12月に エドワードは自由党党首ヘンリー・キャンベル・バナマンに組閣の対名を与えた。バナマンは自由党ながら中産階級富裕層の出身で貴族階級に近い雰囲気があったので、エドワードとしてもお気に入りの政治家であった。バナマン内閣は組閣後直ちに庶民委員を解散し、1906年1月の総選挙に対象し、庶民委員多数派を得たが、野党保守党は保守党が、 半永久的に多数を占める貴族院から政府法案を否決するという反対闘争を展開した。これにより自由党政権は野党保守党が納得しない立法は一切できなくなってしまった。1908年2月に病に倒れたバナマンはエドワードが滞在中のフランスビアリッツで休養生活に入り4月に至って同地でエドワードに辞表を提出した。 エドワードがビアリッツを離れたがらなかったので、注目の一致するバナマンの後継者、ハーバート・ヘンリー・アスキスもビアリッツに行き、そこでエドワードから組閣の対面を受けた。エドワードは成り上がり者アスキスに対してはバナマンほど好感を持たなかった。アスキス首相が、夫人参政権を考慮したり、怪しい経歴の人物に、 騎士の称号を与えようとした場合などには首相を叱責している。また、アスキス内閣の急進派閣僚である財務大臣、デビッド・ロイド・ジョージと通商長官、ウィンストン・チャーチルの存在を強く憂慮していた。1908年には財務大臣、ロイド・ジョージの主導で保守党の了承も得て、老齢年金法が成立し、70歳以上の 高齢者で給与が一定の金額以下のものに年金が支給されることになった。さらにロイド・ジョージは1909年に有産者に増税を課す人民予算を提出したが、野党保守党が赤の予算としてこれを徹底休断した。エドワードもロイド・ジョージの求心発想を嫌っていたが、議会の混乱は望んでいなかったので、 極端な反対行動に出ないよう保守党の説得に当たった。しかしこうそうせず、結局11月には保守党が多数を占める、貴族院は人民予算を否決した。これにより1910年1月に総選挙となり、その結果庶民院はハングパーラメントになったが、キャスティングボートを握ったアイルランド議会党が人民予算を支持したため、 引き続き人民予算の可決成立が目指され、その闘争の中で、アスキス首相は3月29日に、貴族院拒否権制限を盛り込んだ、議会法案も庶民院に提出し、4月14日に、これを可決させた。議会法案の貴族院送付をめぐって両党が、睨み合う中の1910年5月6日に、エドワードは放御した。その後、 ジョージ5世の即位から間もない1910年8月に、至って議会法は成立している。外交、第二次防ア戦争終結母の治政末の1899年10月から、南アフリカで始まった第二次防ア戦争は、ゲリラ戦争と化していた。防ア人の家屋、農場は、イギリス軍の焦土作戦で焼き払われ、焼け出された、婦女子は強制収容所に入れられた。 これにより、アジ人ゲリラは、補給が困難となり、また、黒人先住民に、背後から襲撃される危険も高まってきたため、ついに、イギリスと和解する決意を固めた。ケープ植民地高等弁務官、アルフレッド・ミルナーをはじめとする大英帝国側も、戦費が底をついている上、現地の白人勢力を早期に一つにまとめて、黒人先住民を支配下に置く必要性を、 通関していたので、ボーア人側との交渉、情報に応じた。その結果、1902年5月に、フェレーニ貧富条約が締結されて終戦し、南アフリカは大英帝国に併合された。その後、自由党政権になると自治権を付与する改革が目指され、1906年12月に、エドワードの直居上によってトランスバール植民地は自治権を付与された。 日英同盟1902年、バス勲章内とグランドクロスを受勲した日本の元首相、伊藤博文公爵。1895年の日清戦争後、列強諸国による中国分割が始まり、アヘン戦争以来の中国のイギリス一国の繁殖民地状態が崩壊した。とりわけ、満州や北、中国を勢力圏にしていくロシアとヨー流域のを、 保持したい、イギリスの対立が深まった。1900年には、中国分割に反発した中国人ボートたちが義和団の乱を起こしたが、列強諸国の連合軍によりただちに鎮圧された。ロシアはこれを後期として、満州を軍事占領した。これに反発した、イギリスのソールズベリー公爵内閣は、ロシアの満州、朝鮮半島進出を警戒する日本と、 同盟交渉を進めた。1901年1月に即位したエドワードも日本との同盟に前向きであり、同年8月には中英日本講師、林正との交渉に当たっていた外相第五代ランズダウン公爵、ヘンリー・ペティ・フィッツからの報告書の欄外に、そのような可能性がある場合には常に日本に心からの支援を与えることが最も重要であると書き込んでいる。 エドワードは1901年のクリスマスから年末まで家族で過ごす予定だったが、その予定を変更して12月27日に放映中の日本の元首相伊藤博文公爵を引見した。伊藤はイギリス政界から親ロシア派の挙動とみなされ警戒されている人物だったが、英語が流暢だったため、すぐにもエドワードと打ち解けることができた。 翌1902年1月4日にエドワードは伊藤にバスクン賞内とグランドクロスを除勲している。伊藤が帰国した後の1902年1月30日にロンドンでランツダウン公爵と林によって日英同盟が正式に調印された。日英どちらかが2カ国以上と戦争になった場合はもう片方は同盟国のために参戦、1カ国との戦争の場合はもう片方は中立を、 保つという内容だった。そのため、イギリス政府としては、早急に、フランスを取り込んで、露仏同盟を結ぶフランスがロシアと共に、日本に宣戦線布告するのを阻止する必要があった。英仏協商1903年5月2日の、フランス・パリ。馬車に乗るエドワードと、フランス大統領、エミール・ルーベ。フランス版ンセンヌで、フランス軍を越兵するエドワード。 パリ国立オペラを訪問するエドワードを描いたルプティジュルナル紙の表紙。新仏派のエドワードは英仏友好を強く願っており、早期の国王としての彷彿を希望していた。ビスマルク体制下において孤立させられていたフランスは、ビスマルク失脚後にロシアやイタリアとの関係を改善して、包囲から脱することに成功していた。英仏関係も1898年の ファッショダ事件で、フランス外相、テオフィル・デルカッセがイギリスに譲歩したことで、友好関係に転じつつあったため、エドワードの彷彿は1903年5月にも、実現した。エドワードは、フランス訪問に先立つ1903年4月に、ポルトガルとイタリアに立ち寄り、ポルトガルをカルロス1世、イタリア王、ビットオリオイマヌエール3世、ローマ教皇レオ13世らと会見した。 その後1903年5月1日からフランスを訪問し、大統領官邸エリゼ宮殿で大統領エミール・ルーベと会見した。何度も彷彿していたエドワードのフランス語は流暢であり、二人はすぐにも打ち解けたという。パリのイギリス商工会議所での演説では、英仏のいがみ合いの時代は終わりました。これまでも将来もイギリスと フランスこそが平和的な進歩と文明のチャンピオンであり、パイオニアであり、文学、芸術、科学における最も高貴な国であると確信しています。と語り、パリ視聴者での演説では、皆さんもご存知の通り、私は若い頃からしばしばパリを訪問してきました。そして、パリに戻ってくるたびに、まるで我が家のように皆さんがもてなしてくださることは、大いなる喜びですと述べた。 当時のフランスはまだ繁栄的な空気が根強かったが、エドワードの演説は、フランス国民の胸を打ったようである。5月4日にパリを立つ際、沿道の人々はエドワードに対して、我らが国王陛下万歳という言葉を叫んだ。こうした状況を、フランスのフィガロ紙は、陛下のお言葉の一つ一つが、両国関係にとって新しい時代が到来したことを、 約束してくれているように聞こえたと報じている。中仏ベルデー大使も国民の態度がこれほど完全に変わるなんて我が国では考えられない。エドワード7世は完全にフランス国民の心をつかんだと本国に報告している。エドワード彷彿の返礼としてルーベ大統領が1903年7月6日に放映した。エドワードは首相バルフォア、 外省ランズダウン公爵と共に、ビクトリア駅まで出迎えに立った。到着した大統領とエドワードは30秒以上も、固く握手を交わした。バッキンガム宮殿で大統領のための晩餐会や、舞踏会を主催し、また大統領と共に、コベントガーデンの王立歌劇場で、ジョルジュ・ビゼーの、カルメン、シャルル・ブノーの、ロメオとジュリエットなど、フランスオペラを鑑賞した。 大統領が帰国の途に着いた7月9日にもバーティはビクトリア駅まで見送りに出た。このエドワードホーフツとルーベ大統領の返礼の放映がきっかけとなり、英仏関係は深まった。またビスマルク失脚後のドイツでは皇帝ビルヘルム2世が世界政策の名のもとドイツ海軍力を大幅増強を行い、英仏のアジアアフリカ植民地支配を脅かしており、 これも、英仏両国を結びつける背景となった。外相ランズダウン公爵は、中英フランス大使、ポール・カンボンを通じて、テオフィル・デルカス・セフ外相と交渉を進め、エジプト、モロッコ、ナイジェリア、シャム、マダガスカル島、ニューヘブリディーズ諸島、ニューファンドランド島などの利権、領有権をめぐる、英仏間の懸案事項を五条的に解決した。それは、 最終的に1904年4月8日の英仏協唱で決実した。エドワードはこれら英仏交渉のすべてを政府に任せており、直接には関係しなかったものの、フランスとの友好を毀損しそうな空気が発生すると、直ちにその除去のために行動した。例えば1903年秋にドレフィス事件再審をめぐってタイムズ紙など英国主要新聞が、 フランスの反ユダヤ主義を批判する論説を載せ、フランス政府がそれに反発を示した際、エドワードは首相バルフォアにタイムズ紙編集長を呼び出して、反復報道を止めるよう要請すべきであると述べている。また、フランスに割上する植民地についての庶民院での討議の際、バルフォア首相がイギリス領土の割上にはイギリス議会の承諾が必要という出現を行い、 ノールズラ国王側近がこれに強い不快感を示したが、エドワードは英仏教商に水を差したくなかったため、あえてこれを追求しようとはしなかった。日露戦争をめぐって、明治天皇にガーター勲章を授与するこの男を、アーサー。1904年2月に日露戦争が勃発した。エドワードは妻の甥にあたるロシア皇帝ニコライ2世を昔から可愛がってきたため、 個人的にはニコライを応援したがっていたが、同盟国日本を支援して、ロシアの拡張主義を抑えることが、イギリスの国益であることはわきまえていた。エドワードは、日露講話の中介役になるとニコライに申し出たが、ニコライは、南アフリカ戦争では誰もイギリスに停戦など、迫らなかったではありませんかと反論して断った。ついでエドワードは6月25日に、ドイツを非公式訪問し、 おいにあたるビルヘルム2世と会見した。また8月12日に、ニコライの皇太子アレクセイ・ニコライエビチが誕生すると、エドワードは皇太子ジョージやビルヘルム2世、デンマークオークリスチャン9世らと共に、その大父となった。これをニコライとの関係改善のきっかけにしたいという、思いがあったという。10月に入ると、ロシアのバルチック艦隊が極東へ送られることに、 なったが、10月21日には、ドッカーバンクで、イギリス漁船が、日本の水雷艇と間違われて、バルチック艦隊に砲撃され、多くの営業民が救助されずに落命する事件が、発生した。この事件で、イギリス国内の反ロ世論が高まり、エドワードも覚書の中で、最も卑劣な非道であると怒りをあらわにした。 ニコライは25日にエドワード宛てに謝罪文を送ったが、それに対してエドワードは、あなたが優しい心を持っており、罪のない人々が命を落としたことを悲しんでいるのは、わかるが、私と我が国民は、あなたの艦隊が負傷者を一切助けずに続行したことに、激行していると怒りの返信をし、また署名も、普段ニコライ宛ての手紙に書く、あなたのおじばあィではなく、エドワード国王と、 他人行儀に書いた。英国内では日露戦争の戦況は日本不利と分析されていたため、1905年1月にロシア軍が守る領人を日本軍が陥落させた後の報告を受けたエドワードは非常に驚いた様子だったという。特に連合艦隊司令長官、東郷平八郎提督に感心し、彼に個人的な激励メッセージを送っている。 1905年5月の日本海海戦でバルチック艦隊が壊滅するとバルフォア率いるイギリス政府も日本との同盟延長に前向きとなり日英間で同盟延長交渉が進められ8月までに両国の防衛範囲をインドにも拡張させた第二次日英同盟が締結されたエドワードは日本が極東だけでなくインドでもイギリスに協力してくれることに感謝した 外相ランズダウン公爵はこれを機に、明治天皇にガーター勲章を贈ることを提案し、首相バルフォアの了承も得て、1905年10月にエドワードにその旨を上奏した。前述したようにエドワードは勲章の儀礼にうるさいようであり、異教徒の君主にガーター勲章を贈ることを嫌った。しかしこの頃までにはだいぶ新日課になっていた。 エドワードはほとんど難色を示すことなく許可を出した。これにより1906年2月にもエドワードの弟コノートストラサーン公爵アーサー王子がガーター施節団団長として日本に派遣され明治天皇にガーター勲章を授与した。日本政府は施節団を艦隊するため到着日に合わせて大名行列を再演するイベントを模様している。 第一次モロッコ事件をめぐって1905年3月31日、ドイツ皇帝ビルヘルム2世のタンジール上陸。ドイツ皇帝ビルヘルム2世は1897年に、アルフレート・フォンティル・ピッツ提徳を海軍長官に、任じで、以降、海軍力増強を推し進めていた。イギリスも、ジョン・アーバス・ノット・フィッシャー提徳が1904年に第一海軍協に就任してから、 海軍増強を急ピッチに進め、英国は県間競争の時代へ入ろうとしていた。そんな中の1905年3月31日、ビルヘルムはフランスが植民地化を狙っていたモロッコタンジールに上陸し、モロッコの領土保全と文庫解放を訴えることで、フランスの植民地政策を牽制する行動に出た。その後ドイツ政府はモロッコ問題の国際会議を提唱したが、 これに対して、フランス政府はまず独仏の二国間会議を開くべきと反論し、両者の主張は平行線をたどった。イギリス政府も国際会議開催には慎重だった。中ンジール英国領事、サージェラルド・ローサは、ドイツはモロッコ問題の国際会議を開くことで英仏協商を修正させたいのではないかという報告書をエドワードに送ったが、エドワードは乱外に。 平たく言えばドイツはフランスをモロッコから追い出してその後釜に座りたいだけではないかと書いて怒りを示している。しかしエドワードは国際会議を開いた方がフランスのモロッコ権益がより保障されると考えていたので国際会議に反対しなかった。またフランス政府も列強各国と交渉を重ねるうちに実際に国際会議が開かれたとしても ドイツを支持する列強はないとの確信を強め、7月頃から国際会議開催に前向きになった。独仏両国が前向きである以上、イギリス政府としても会議に反対するわけにはいかなくなった。こうして1906年1月16日からスペインでアルヘシラス会議が開催された。モロッコの警察問題をめぐって独仏が紛糾する中の3月初旬、エドワードは フランスとの関係を強化しようとビアリッツのオッテル・デューパレの訪問を決定した。その道中にパリに立ち寄り、アルマン・ハリエール大統領やモーリス・ルービエ首相らと会談し、モロッコの湾岸都市の警察権を手放すつもりはないというフランスの立場に支持を表明した。さらにエドワードは、中イタリア・アメリカ大使ヘンリー・ホワイトを通じて、日露講和を圧戦した実績のあるアメリカ大統領、 セオドア・ルーズベルトにこの問題でも積極的に介入してほしいと依頼した。英外省、エドワード・グレイや外務省事務次官、チャールズ・ハーディングはルーズベルトの介入に不満があったものの、結果的にはアメリカの強力なリーダーシップのおかげでアルヘシラス会議は決裂することなく4月7日に条約締結に至った。この条約により、モロッコの独立と領土の保全が保障され、 モロッコにおける各国の通商の自由も保障された。また焦点だった、警察問題は、モロッコの8つの湾岸都市について、フランスとスペインの警察権が認められることになり、フランス有利の結果に終わった。この会議は、英仏の連携がいよいよ強固になったこと、また、アメリカがロー主義を脱却して、他の大陸の問題にも本格的に介入するようになったことを示していた。 英路教書1908年、レバル沖。ロシア皇室、ヨットスタンダルト上のエドワードとニコライ二世。日露戦争の敗戦で極東進出を阻止されたロシア皇帝ニコライ二世は、イギリスとの関係改善を施行するようになった。エドワードやイギリス政府も、ロシアとの関係改善に前向きだった。そのため1907年に入ると英路間で、中央アジアの グレートゲームをめぐる交渉が進展を見せ、同年8月31日に至って、栄露協賞が締結された。これにより、栄露が長きにわたって争奪戦を繰り広げてきたアフガニスタンについては、ロシアへの敵対行動に利用しないとの条件付きながら、イギリス勢力圏であることをロシアが確認した。また、ペルシャ帝国については、北部をロシア勢力圏、 南部をイギリス勢力圏とする分割がなされた。またチベットについては両国とも不干渉で合意した。この英露協商はペルシアにおいては、イギリスがペルシアをロシアに売り飛ばしたと批判されることが多かったが、英仏協商、露仏同盟を結んでいるフランスでは、英露接近は歓迎された。日本も日仏協商、日露協商の交渉を進めている時期だったので、英露接近を歓迎した。 ニコライはエドワードとの直接会見を希望しており、エドワードの方もなるべく早期にロシア帝都サンクトペテルブルクを訪問して、老いニコライと再会することを希望していた。しかし、先制王朝国家ロシアは自由主義国イギリスでは評判が悪く、英国王がロシア帝都を訪問することには反対の声が根強かった。バーティの友人には初代ロスチャイルド男爵、 ナサニエル・ロス・チャイルドやサー・アーネスト・カッセルラ・ユダヤ人も多いが、彼らもユダヤ人迫害の中心地であるロシアの帝都を訪れることには反対していた。外相グレーも栄露教唱を進化させるためには、栄露領君主の会見が不可欠と認識しつつも、ロシア帝都で会見を行うことには難色を示した。そのためエドワードは帝都訪問を断念し、 1908年6月にレバル沖でニコライと会見することにした。エドワードとアリックスはここでニコライ、皇后、アレクサンドラ、皇太后マリアラと再会し家族として抱き合った。またエドワードはこの席上でニコライを王立海軍元帥に助した。ドイツ・オーストリアとの対立1909年のベルリン訪問時、ビルヘルム2世と共に 英露接近がなると、イギリスと植民地争いする国はドイツだけとなった。ドイツ皇帝ビィルヘルム二世は、自国が孤立していることに焦り、イギリスとの関係改善を施行した。エドワードも、いとの友好に前向きだったので、アルヘシラス会議後の1906年8月に、外務政務次官ハーディングを伴って、ドイツクロンベルク・イムタウヌスのフリードリヒス法府城を訪問し、そこで、 ビルヘルムや独外相、ハインリヒホン・チルシキーと会見した。続いて1907年8月にも、ハーディングを伴って、ドイツカッセル・ビルヘルムス兵衛場を訪問し、ビルヘルムや独首相、ベルンハルト・フォン・ビューローと会見した。また1907年11月にはビルヘルムが、放映し、エドワードは、王族一同や外相グレーと共に、ウィンザー城で彼を歓待した。しかし、 バグダッド鉄道や、県管競争など政治面での英独緊張緩和には、至らなかった。1908年8月にエドワードはハーディングを、伴って、オーストリアのバートイシュルを訪問し、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ・一世やオーストリア外相、アロイス・レクサフォン、エーレンタールと会見した。これらの会見で、英王両国は、英独の県管競争を英王関係に影響を、 させないこと、バルカン半島情勢に協力して当たることを確認した。しかし、同年9月29日に、オーストリア皇帝は1878年のベルリン会議で締結されたベルリン条約に基づき、オーストリアの統治下に置かれていたボスニア・ヘルゼゴビナを併合したい胸の希望をエドワード宛てに送ってきた。1ヶ月前の会見でそんな話は全く、 出なかったからエドワードはこれにショックを受けた。さらに10月5日には、ブルガリア公フェルディナンドが、オスマン帝国からの独立、自らの称号を、公から皇帝へ変えること、国名を、公国から帝国に変えることを宣言した。こうした、オーストリアやブルガリアの動きには、セルビア王国やロシアが反発した。ロシアは、国際会議を提唱し、フランスがそれに同調した。 エドワードやイギリス政府も友好関係に入っていたロシアに同調し、ボスニア・ヘルツェゴビナの併合、ブルガリア独立いずれもベルリン会議署名国すべての同意を得ない限り認められないという見解を示した。しかし、ドイツとオーストリアは国際会議開催に慎重であり、両国の合意が得られず会議開催は不可能となった。英仏ロヴイエス独王の構図はいよいよ深まっていった。 1908年10月28日には、デイリー・テレグラフ事件が発生し、ドイツ皇帝ビルヘルムへの批判が内外で高まった。英独緊張を沈めるため、グレイ外相はエドワードのベルリン訪問を希望した。エドワードはそれを承諾して1909年2月にベルリンを訪問した。この訪問では、バグダッド鉄道や、県館競争など、両国の政治的懸案事項は、 ハーディングとビューロー首相の間で話し合うこととし、エドワードとビル・ヘルムの会談では政治的な話題には触れないこととした。エドワードはこの報読時、すでに体調が悪化し始めていたが、平成を装って各種行事をこなした。しかし、ハーディングの方はバグダクト鉄道問題でも海軍問題でもドイツから情報を引き出すことはできず。 両国の対立を解消させることができなかった。エドワードの積極的な王室外交にもかかわらず、ドイツやオーストリアとの政治的対立を緩和させられなかったのは、20世紀初頭という時代が、すでに各国の王室、皇室間の友好関係だけでは動かせなくなっているという現実を如実に示すものであった。メディアを再生する年月日、 エドワード7世の体操の創立の動画1909年4月の人民予算提出から1910年1月の総選挙まで庶民員の自由党と貴族院の保守党の対立劇化でエドワードは9ヶ月近くにわたって休む暇がなかったその過労で帰還支援を患い体調は悪化し続けた1910年3月9日になってようやく休養を許されビアリッツで 療養生活に入ったが、体調は回復しなかった。しかも、アスキス内閣が議会法安定室に動いたことで、再び与野党の対立が激化したため、エドワードは4月27日にも療養を切り上げて、ロンドンへ戻らねばならなくなった。5月2日に、帰還支援が再びひどくなったが、無理をして公務をこなし続けた結果、5月5日にはかつて、 ないほどに衰弱した状態に陥った。その容態を聞いた、アリックスや皇太子ジョージらは直ちに、エドワードの元に駆けつけた。皇太子は、お父さん、空中の魔女がケンプトンパークのレースで優勝しましたよ、と語りかけ、エドワードは、私も聞いたよ。本当に、嬉しいと応じたという。5月6日午後11時45分、アリックスや皇太子らに見取られながら放御した。 68歳だった。最後の言葉は、いや、私は、絶対に降参しない。続けるぞ。最後まで仕事を続けるぞという昏睡状態の中での、つぶやきだった。その最後を見取ったアリックスは、彼は、国のために命を落としたと語った。エドワードの棺は5月17日に、ウェストミンスターホールへ移され、5月18日から、清掃安置が行われた。 二日間で七十万人もの国民が参列し、エドワードの放御を悼んだ。五月二十日、放車に乗せられた棺は、軍隊と各国の要人の葬列を伴って、パディントン駅まで運ばれた。葬列には、ドイツ皇帝ビルヘルム2世、ロシア皇帝の弟、ミハイル・アレクサンドロビチ大公、日本皇族、伏見宮さなる新王、前アメリカ大統領、セオドア・ルーズベルト、 フランス外相ステファン・ピッションなどが参列した。駅から列車でウィンザー城のセント・ジョージ礼拝堂まで輸送され、そこでカンタベリー大主教らによる早々礼拝が取り行われた後、埋葬された。母ビクトリア女王が長きにわたって在位したため、60年にもわたって皇太子だった。彼は子供の頃から両親に出来が悪いと評価され、50歳代になっても母から、 公務に関わることを許されなかった。ビクトリア女王は無能な息子が自分より長生きしないことを祈ってさえいたという。彼は皇太子時代を通じて母の影に怯えながら暮らした。52歳の時、ある晩餐会に遅刻し、体を小さくしながら自分の席へ向かおうとしたが、はるか正面席の女王から鋭い一別をされ、震え上がり自分の席まで行けず、 しかし帰るわけにもいかず、柱の陰で立ち尽くしたということがあったという。エドワードは、私としては永遠なる父に祈りを捧げるのは別に、構わない。しかし英国広しといえど、永遠なる母に悩まされているのは私だけだろうと、述べたことがあった。ビクトリア朝を代表する二人の対照的な首相、ベンジャミン・ディズレイリとウィリアム・グラッドストーンは、女王。 皇太子への接し方も対照的だった。女王に忠実なディズレーリは皇太子に伝令の写しを送ることを拒絶はしないが、その場合にはそれほど重要ではない文章を送るように、という女王からの指示に従って、エドワードに重要な書類を見せなかった。対して女王との関係が悪いグラッドストンは様々な機密文書を女王に無断でエドワードに見せていた。 エドワードもグラッドストーンに深く感謝し、グラッドストーンの葬儀に際してはおそらく、初めて母の意思に反する形で、彼の葬儀に出席している。1898年から宝御まで愛人だったアリス・ケッペルを描いた絵。エドワード七世と王妃アレクサンドラ皇太子時代、エドワードは公務から排除されていたため、そのエネルギーは宝刀に向いた。20歳の時に、 初めて女性と寝たエドワードは、以降売春婦を除いて101人の女性と関係を持ったという。恋愛問題をめぐって、ランドルフ・チャーチル教に決闘を申し込んだこともある。数多い愛人の中でも特にエドワードから寵愛を受け、常に彼と一緒にあった愛人が3人おり、彼女たちは、ロイヤルミストレスと、続称された。その最初の一人は、1877年5月に、 知り合い、千八百八十年に別れたリリー・ラングトリーだった。ジャージー出身の平民の人妻だが、美人で、気立てがよく、身の程はわまえていたので、ビクトリア女王やヒアリックスからも気に入られていた。続いて千八百八十九年から千八百九十七年まで、ウォリック伯爵夫人レイジン・グレンビルを、ロイヤル・ミストレスにした。彼女は、メーナード主尺家の令嬢で、 第5代をオリック博、フランシス・グレンビルの妻だった。エドワードは彼女を相談相手の妻のように扱い、デイジーワイフと呼んでいた。デイジーは貴族社会で、気立てが良いと評判で、ビクトリア女王からの覚えも良かったが、貴族出身だけに下手に出ることがなかったため、アリックス妃から強い敵意を抱かれた。やがてデイジーは、社会主義運動にのめり込み、 政治面でもエドワードに影響を及ぼすようになった。1894年にエドワードは貴族院で貧民外改善案を訴えているが、これはデイジーの影響だったという。しかしデイジーの社会主義系統が深まりすぎると、エドワードとの思想面での距離が広がり、結局二人は1897年に別れることになった。その後1898年早春から、 国王即位を挟んで1910年の宝魚までアリス・ケッペル夫人をロイヤル・ミストレスにした。彼女はスコットランドの純断尺家の出身で第7代アルビマール伯爵ウィリアム・ケッペルの三男、ジョージ・ケッペルと結婚していた。エドワードとは27歳の年の差があったが、彼女はエドワードが落ち込んでいる時には励まし、エドワードが感尺を起こせば耐え忍び、 エドワードが病気になれば、献身的に看病するという、高齢者向きの愛人だったため、エドワードは、片時も、彼女を手放さなかった。エドワードの即位時には、彼女の挙手が注目されたが、結局国王となった後もエドワードは、皇太し時代以上に、彼女を寵愛した。やがて彼女は、ラファボリだと、あだなされるようになった。 アリスへのアリックス妃の反応はリリーほど好感を持っていないが、デイジーほど嫌ってもいないという雰囲気だったという。しかしエドワード放御後に、アリックス妃はアリスを直ちに宮殿から退去させている。また皇太子ジョージはアリスを嫌っていた。即位前に法当家として国内外に浮き名を流したため、イギリス史上最大の愚弧となるのではと不安視されたが、実際に即位した後には、 外交問題を中心に活躍して有能な王であることを内外に知らしめた。彼の9年間という短い在位期間にイギリスは昔からの敵国フランスとロシア、また東洋の新興国日本と連携関係を作ることができた。そのためピースメーカーと呼ばれた。エドワード7世にはビルヘルム2世の効果論のような人種的偏見はなかった。 若い頃のインド訪問時、白人の非白人に対する欧米な態度を見て、彼は眉を潜めていた。フランスについてはエドワード7世は若い頃から、神仏派だった。最初の彷彿の際、ナポレオン3世に、あなたの国は立派な国です。私は、あなたの息子になりたいですと述べたことはよく知られている。ただ彼の神仏は、母ビクトリア女王の神読方針に反発しての、 部分も大きかったようである一方、イギリスのフランスロシア、日本への接近によって孤立することになった、ドイツ皇帝ビルヘルム二世は、おじ、エドワードを、ドイツ包囲網の中心人物と恨んでいた。彼は1907年に、宴会の席で、エドワードについて、悪魔め彼は、計り知れないほど恐ろしい悪魔だと公言した。晩年にも回顧録の中で、 エドワードこそが第一次世界大戦の元凶と断じている。ビルヘルムによればエドワードはイギリス政府の方針に沿って行動していた立憲君主ではなく彼独自の政治的野心で行動していた人物で、その野心のためにドイツ包位網を築いたのだという。ダービー優勝直後のミノルとエドワード7世。エドワード7世に手綱が手渡される瞬間を描いている。 紫地に金の触手、黄色の袖、黒帽子の王室の服飾も確認できる。エドワード7世は皇太子時代から競馬に熱心だった。1864年にイギリス競馬会の会員になり馬主としてデビューした。1885年にはサンドリンガムに牧場を開設してサラブレッド生産を始めた。 その生産場で1896年に戦議2位を勝ってクラシック競争初優勝。同年6月にはパーシモンでダービーをレコード勝ちし、1822年のヨーク校、フレデリック以来の74年ぶりの王族によるダービー優勝となった。パーシモンは翌年にコバ最高峰のゴールドカップも制し、引退して種ボバになるとイギリスの種ボバチャンピオンとなった。 1900年には、自家製サンバで、イギリス最大の障害競争グランドナショナル優勝、ダイヤモンドジュビリーで2000ギニー、ダービー、セントレジャーの三冠制覇、この年の場所チャンピオン、生産者チャンピオンとなった。国王即位後も、1909年に、ミノルで2000ギニーとダービーを制した。現役の国王としてのダービー優勝は2017年時点で、唯一の例である。 この優勝は、第9代レスター順弾尺によって、おそらく競馬の歴史の中でも、最も有名なものと評されている。王族としての競馬での活躍は、王室人気に貢献した。最初のダービー優勝の様子は映画になって、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどで放映された。アスコット競馬場ではエドワード7世を記念して、キングエドワード7世ステークスが行われているほか、 プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスもエドワード7世の王太子時代に創設されたものである。皇太子時代からファッションリーダーとして名を馳せており、その影響は現代でも見て取れる。例えば、ディレクターズスーツはエドワード7世の発案とされている。これはそれ以前にはあくまで室内着あるいはカジュアルに近い服装とされていた3つ揃いのスーツをフロックコート、 モーニングコートに付く礼装として整えたものであり、エドワード七世自身が着用することで礼服としての地位が示された。また、この格好と合わせられるホンブルク帽を有名にしたのも他ならぬエドワード七世である。さらに、グレンチェック模様の服を皇太子時代から好んで着用したために、この模様にはプリンス・オブ・ウェールズという呼び名があり、また今でもそう呼ばれている。 ネクタイの結び方の種類にプリンスアルバートというものがある。これは結び目を小さく形作る方法である。エドワードは38カ国から65種類の勲章をもらっており、これはイギリス歴代国王の中でも現状をエリザベス2世に次ぐ数である。エドワードが外国から授与された勲章に以下のようなものがある。以下、国名五十音順。 ッコ内の年代は授与された年この他、ドイツ帝国両方諸国などからも勲章をもらっている。エドワードと家族、アリックス王妃との間に三男三女を設けた。ありがとうございます。